我々やってる研究というのは表現であったり技能っていうものを紡いでいくことだと思うんです。新しい表現が生まれるサポートをするというのが自分の研究者としてのゴールだと思っています。ドリルがはっきり聞こえないねという話があったんですね。で、そしたら古谷先生がスローモーションビデオって録画して再生してみましょうっていうことを言い出しまして、まず学生が演奏してドリルどうなってるかっていうのをまずスローモーションで見まして、その後じゃあ吉武先生弾いてくださいって言われて、僕が弾いたらやっぱりこう違いがあったんですね。でそれをやっぱり学生がこう視覚的に認識することでこうすぐイメージが湧いて、どういうふうなアプローチをしたらいいかという話をする前にやっぱりすぐ良くなった、より具体的に伝えられるっていうのは本当に大きな魅力だと。私は左手の薬指がもともと弱いと自分で思いながら練習をしていたんですけれども、古谷先生に左の4の指は使い切れてないから表現が十分じゃないっていうだけで、やっぱりトレーニングに逃げようとすると 100% までいってないのに自分が 100% だと思い込んでみんな 120% にしようとするから体を壊したりするという、そういうことを教えていただきます。